横浜駅で出会った友達が連れてきた女の子だった。彼女とはフェスに行ったりして、たくさんマリファナを焚いた。そして新婚旅行で一緒に海外のフェスで MDMA やったら、目の前で白人男性と不倫して、心の声にお前なんか死んでしまえと言われ続けて、ナイフを握りしめ、自ら首と手首を骨が見えるまで切り刻んだ。27歳の夜だった。そしてアフガン戦争が起きた。